浅野さんのね、うん、とこに行かれて、それから高橋先生の、まあ、やってらっしゃる治療所に行ったんですか。そうですね、その時はその偶然というか浅野さんが講演会があるよというのを教えてもらって、じゃあ一緒に行きますかと。そうかそうか、あの講演会、高橋先生のグループが主催した講演会に参加されたわけね。そうですね、8月の、あの時ね、はい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 、それで初めて高橋先生に会ったわけですか。そうですね、で直接講演の話も聞いて、で、まあ、いろんな方にお目にかかって、それでますます、これだなっていう感じを受けたわけですね。改めてそれ、はいはい、深く、より深く思うようになったっていうことですね。その時に。それで申請をされたんですか。なんかその時に、その時に、その直後ですかね、8月10日にね本が出たんですよ。その時に本を見られてるわけですよ ね、初めて。その時に本を拝見して、講演会で本をいただいて、持って帰って拝見して、その時にやる時にはこう申請を出す、申請が必要だっていうことを見読んで、でもうで1週間ぐらいのうちに、申請文書き上げて、大和医療の方に、お盆明けぐらいかな、お送りしたっていうのがスタートですね。なるほど。っていう感じです。で、送ってからですよ、はい、いつ頃来たんですか。研修に行かれたんですか、大和さんに。で、大和さんからはすごく時間かかりますよって話を聞いていて、言われて、もう来年かなぐらい思ってたんですけど、11月、の初めに、はい、研修会がありますっていうお知らせが10月の後半ぐらいに来て、はいはい、じゃあ伺おうって言って11月に受けた研修会に行って、ね、そうですね、その時に面談をしていって、その最後に、カードをいただいたっていう感じですね。その前に畑の情報を田中さんの方すでにねお伝えしてね、はい、していました、ね、今いろいろお伺いしてね、かなり菅さんがこういろいろ社会的に活動されたい、まあ、ドリームプランプレゼンテーションなんて普通の人は絶対出ませんからね、まあ、まずそうですね、はっきり言ってあそこに出る人っていうのはものすごく自己表現能力が、まあ、高いし、まるで高まらないとあそこに出れないんで、まあ、鍛えられて、鍛えられますよ。だからそういう意味では申請書を書くっていうのはね、普通の人はかなり苦労されると思うんですけど、そんなに抵抗なくかけたでしょ、すぐにね。まあ自分の思いのままに、ね、思いのままにね、そのまんまにね、ずっとっていう、はい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 、はい、まあ私もねとても感銘を受けましたけども、で実際に設置したのが11月の20日ぐらいでしたっけ。そうですね、11月の中旬ぐらいですね。ね、はい、でちょっと待ってください。